それでは神尾さんにお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はいはい。そうですね、じゃあまず最初に、今の現場の一番楽しいことっていうとどうですかね。はい、楽しいことは、やっぱり生徒です。うん、生徒が全てです。生徒が全てです、はい。本当に日本が大好きで、中には小さい頃から日本のアニメを見たりとか文化が好きで日本に興味を持っていた生徒もいますけれども、そうではなくて、この日本語講座が始まってから日本に興味を持って一生懸命頑張って勉強してくる生徒たちがいるので、すごく楽しい。こちらも学ぶことがたくさんあります。なるほど、はい。じゃあ逆に大変なことっていうと、大変なことは全てのレベルを一人で教えなければいけないので、準備だったり試験テストだったり、その時間はやっぱりかかりますし、それから一人一人のレベルもまちまちなので、そのできることを、ちょっとこうついてくるのが遅い子を、同じクラスで教えるということに、ちょっと大変さを感じる時もありますけれども、それもクラスのチームワークというか、団結力もだんだん学年が上がるにつれて、今3年目になるんですが、一番上級生の3年生はもう本当に団結力があって、みんなで助け合いながら一緒に学ぼうという姿勢になってくれているので、すごく助かってます。今2代目になるんですよね、神尾さんが。そうですね、そうですね、はい、はい。最初のヒル先生の次が岡田先生と一緒に、私はやらせていただきます。ですね、はい、はい。そうそう。じゃあ今その新しい先生公募中ですけど、はい、その次の方にはどんな方に。ここは本当に一人でやらなきゃいけないというのが、もしかしたら他の地域で大きな大学なんかで教えられていた先生にとっては最初は大変なこともあるのかなというふうに思ってます。例えばその授業以外の時間にもいろいろなイベントがありますので、例えば弁論大会だったり書道大会でしたり、学年末に発表会もありますので、そういった準備もしなければいけないというところで、あとその大使館と一緒に協力していろいろなイベントをやっていかなきゃいけない、文化イベントなんかもありますので、結構それで大変だと思われる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、逆にそういうことを楽しみながら、授業以外の時間を有効に使っていただいて、例えば学校訪問、小学校訪問、中学校、高校訪問をして未来のその日本語、日本好きを育てるような活動にも興味を持ってくださったりですとか、あとは もちろんここは今はボスニア・ヘルツェゴビナですけれども、もともとはバルカンって一つの大きな国だったので、他のその国々、周りの国々とも連携して協力し合って一緒に やろうというような心持ちをお持ちの方に来ていただけるとありがたいなというふうに思います。あれですよね、一人って大変な時もありますけど、その分自由が利くっていうのは、ね、それはそうですね、誰からもこう指導されないとかチェックされないっていうことはあるので、自由を感じる時ももちろんありますけれども、その分責任感、自分が言うことが生徒にとっては全てなので、どれだけの知識を与えるですとか、どういう世界にこう導いていく、彼らもこの多感な時期で将来どういうふうに進もうということを考えている年代ではあるので、そういった意味でこうガイダンスというか、できるような姿勢でいてくださることも大事かなというふうに思います。あれですよね、その小学校もあったりしてたのも、あれ神尾さんがご自分で企画されてやってたんですね。そうですね、小学校の大体高学年ぐらいになると、自分がその何をやりたいという、意識を持ち始めるという年になるので、その年代の子どもたちにその日本文化の面白さ、楽しさを伝えるということにすごくこう意義を感じてまして、そこでその日本が好きと思った子たちは将来的にじゃあ日本語を勉強してみようかというような気持ちに なったりするということもあるので、そのためにも
ちょっとの成果しかもしかしたらないかもしれないですけれども、こちらもその小学校訪問することで、あの楽しい時間を持つことができますし、それからあの日本語講座の生徒と一緒に行ってますので、その生徒たちにとってもいつもはこう吸収している、あの知識を吸収してますけど、それをこう発信する側に立つ、教壇に立つということになるので、そういう機会をあの持たせるのも彼らにとっては大事なことだなというふうに思います。あのこの件はあれですよね、あの2月のブダペストの研修の時に発表していただいたので、はい、まあ、そういうビデオ、その時の発表のビデオもありますから、はい、もしご視聴の方、あのあれで、YouTube のページの下の説明のところにリンクを貼っておきたいと思います。はい、はい、そうですね、あとなんか、これから応募を考えていらっしゃる方になんかメッセージとかそうですね、ボスニア・ヘルツェゴビナとこうサラエボというふうに聞くと、やっぱりその紛争のイメージですとか危険だなというふうに思われる方ももちろん、私もあのここに来る前はそうでしたけれども、僕もそう思ってました。あ、そうですか、はい、あの今もう3年住んで、あの本当にあの治安も心配はないですし、あの何よりもこのボスニア人のこう温かさというんですか、あの悪く言うとマイペースっていう感じもしますが、あのすごく穏やかで、いつもこうウェルカム、あの受け入れてくれるような雰囲気を持っているし、本当にあの仲良くなった人とはあの打ち解けて、何かあると助けてくれるような方もたくさんいますので、あのあと街もあのすごく綺麗、綺麗です。あの小さいですけれども、とても綺麗で、あの生活も不自由はないですし、スーパーなんかもありますし、あの夜もあの歩いたりできますし、夏時間は長いですので、うん、あの特に夏の期間、春夏はあのすごく気持ちがいい気候ですので、あのぜひお越しにいただいて、あのこちらの生活をお楽しみいただければなというふうに思ってます。はい、わかりました。じゃあ、あの今日はインタビューどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい。